はい、皆さんこんばんは、古生物学若手のための会第11回の座談会を始めたいと思います。この配信はですね、学生をはじめとした様々な方に、古生物の魅力を伝えるという企画ですね。で、今回の MC を担当します九州大学理学部博士課程3年の幹事であります、大山望です。よろしくお願いします。そしてですね、今回の第11回となります、地球科学で起業してみた博物館で起こすイノベーションという題で、産総研初ベンチャー地球科学可視化技術研究所所長兼福井県立大学恐竜学研究所客員教授の柴原明彦さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ1時間というちょっと短い時間なんですけども、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ですね、今回はできる限り、皆さんからのコメント等をですね、拾って、はい、いろいろと進んでいきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんも、はい、コメントの方をどしどし。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ早速ですが、ちょっといろいろと始めたいと思います。はい。じゃあ、とりあえずはスライド再生していく感じでよろしいでしょうか。そうですね。はい。はい、お願いします。まあ、ちょっと我々の会話もちょっと挟みつつ進めさせていただければと思います。はい。というわけで今日のテーマはですね、ちょっと、この若手の会でもちょっと異色かなと思うんですけど、地球科学で起業してみるとどういうふうなことになるのかという、そうですね。お話をさせて、ね。はい。はい。結構私としても思い切った決断だったんですけれども、ああ、そうですね。はい。で、ちょっとですね、一応、たまにこういうスライドが入りますので、そのスライドだけは、ノーフォト、ノー SNS でお願いいたします。そうですね、はい。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。一応、ちょっと私が何者なのかという話を、先にさせていただきますと、はい、微化石を専門です。はい、まあ。ちなみに、この、なんていうんですか、矢印マークの、この手のマーク見えますでしょうか、はい、あ、見えてます。大丈夫です。はい。見えてますかね、はい。ありがとうございます。見えてる。はい。多分、大山さんに見えてれば配信でも見えるかなと思うんですけど。はい。博士、理学の博士で学芸員で、専門としては、微古生物学、微化石ですね。で、それを使った、はい、古環境復元というので、主にこの右の写真にありますように、北太平洋、アラスカとか北海道沖あたりで、ボーリンコアの解析をやったり、あとは、まあ、中東とか、まあ、カンボジアとかでですね、地質の調査をしたり、で、そこから得られた微化石を多変量解析をして、古環境を復元するっていうことを、専門としてやってます。で、さらにそれの可視化手段として、3次元 CAD ですね、3次元の設計であるとか、はいはいはい、GIS、地理情報システム、か、それを使った博物館の近代化というか、先端化の研究も行っています。で、もうだいぶ前ですね、2007年に筑波大学の、生命環境、なんだっけ、忘れてはいけない。忘れてはいけない。生命環境科学研究科地球進化学専攻、長いんですよね。を終了しまして、2010年まで、産総研、筑波にある国立研究開発法人産業技術総合研究所の、地質情報研究部門に、特別研究員としていて、で、さらにその後、同研究所の地質標本館という博物館に学芸員としていました。で、そこからですね、いろいろあって、2016年からは、さらにこの産総研発ベンチャーということで、地球科学可視化技術研究所、通称地球技研の所長をやっております。で、主に今日はですね、このいろいろあったのが実際に何があったのかっていうのを、そうですね。話を、はい、今、さらまでいろいろあったって言いましたけど、多分そこがすごい詰め込ませてるからっていうのが。その地球科学で起業するっていうことを、はい、まあ、どういうことなのかというのを、あまり、よそではこれまでお話をしてこなかったんですけど。そうです。今日はちょっとたっぷりとその辺をお話をさせていただきたいなと。そうですね。はい。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。で、あとは明治大学のサービス送信研究所っていうところで研究をやったり、あと今日、配信、でご尽力いただいている今井先生も所属されて、福井県立大学の恐竜学研究所で客員教授をやったり、あとはいろんな学会で委員をやったり、筑波の研究会とかサロンで、委員をやったりしています。うん、肩書きがむちゃくちゃあるっていうことですね。僕も今回、イントロの部分で、どれだけ噛まないかっていうのをちょっと調整したんですけど。なんとか言えました。ですね、研究所の名前が長いっていつも怒られるんですけど、あの辺は改善したいと思っておりますので。いやいやいや、お願いいたします。よろしくお願いします。はい。
一応、もともとはちゃんとした古生物学者だったっ。ちゃんとしたというか、今も。久々に免許、恥ずかしいですね、自分の学位論文。いやいやいや。一応、有効中の化石群集ですね。多分今日、聞いてらっしゃる方にも同じ分野の方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい。有効中の、その、定性有効中と浮遊性有効中、両方の、多変量解析をやって、北太平洋のですね、過去3万年間ぐらいの環境、だからその、最終氷期から、温暖期を経て、で、一瞬またヤンガドリアスの寒冷期を経て、関心性の、現在の環境に行ったら、その細かい環境変動を、浮遊性有効中と、定性有効中両方やることで、表層から低層へのその環境変動とか、物質移動にフォーカスした研究っていうのをやってました。じゃ結構なんか、はい、船とかにも乗られてたんですよね。そうですね。船にも乗させていただいて、なので、この、博士論文はその、アメリカの米国地球物理学会のパレオシナグラフィっていうもう完全に古海洋の、はいはい、雑誌に載ったんですけれども。うんうん、はい。なので、もともとはすごく新しい時代の特に海洋をやってた人間です。そうですね。うん、はい。あとごめんなさい。ちょっと宣伝見たくなっちゃうんですけど、最近は、はい、本を書いております。主に、やっぱり私の専門が、その、化石と、あと、GIS なので、地形とか、化石、古環境に関する本が多いです。で、6月に2冊、監修させていただいた本が出ます。土屋健さんですね、元、ニュートンで、今、サイエンスライターとして、あちこちに出たという土屋さんと、あと、こちらに、つくのすけさん、あと、徳川博和さんのイラストの本を監修したい。あと、こういう、わりかし化石に評価した本とかで、最近、ついに特撮と地球科学の本なんかも出しちゃったりしてるんですけど、最近、特撮関係の配信が。はい、ありがとうございます。はい、毎週金曜日に、クラブハウスで特撮と地球科学で、はい、解説するというイカれた放送もやっております。はい。まあ、そんな感じで。はい。どうやったんですけど、白片でよくわかる岩石図鑑、はい、学部の、はい、学部は山大だったんですけど、山大の必ず買う本だったので、必読。ありがとうございます。それも、地質標本館に白片調整グループという、はい、なので NHK のプロフェッショナルにも出られた、大和田さんという方が率いられる、はい、トップクラスの白片チームの方がいらっしゃって、その方が本を出されるにあたって、私もその堆積岩の項目を、これ担当させていただいたんです。そうなんですね。はい。やっぱり、白片の教科書って少ないじゃないですか。少ないです。みんな学部の時に苦労する分野だと思うんですけど。苦労しましたね。はい、指先がすごい傷つきながらもやって。で、観察も難しいし、うん、みんなが苦しむところで、やっぱビジュアルに富んだ白片の教科書あるといいね、なんてみんなで話しながら作った本で、自分たちが読みたかった本を作るっていう。そうですね。はい、学生からするとすごい僕らは、いろいろ活用してもらってましたね。ありがとうございます。もう本当に嬉しい言葉です。という感じで、本もいろいろ出しております。で、せっかくちょっと若手の会でお話をさせていただくなら、はい、私とあと今井先生と大山さんとの関わりのちょっとお話していこうかなと思います。はい、去年コロナでね、博物館とか学校がやっぱ自粛になっちゃいましたので、そうですね。その時になんかね、ちょっと結構辛い時期でしたけれども、我々なんかできないかっていうので、VR 恐竜シンポジウムっていうのを今井さんと立ち上げまして、それの大元の起こりっていうのは、その私のベンチャーと、福井県立大学の恐竜学研究所とで立ち上げたその恐竜技術研究ラボ。要はその古生物を、VR とか AI とかで選択化していくそのラボを立ち上げようっていうので立ち上げたものなんですけど、それの立ち上げイベントとして VR 恐竜シンポジウムっていうのをやっていたので、それをその誰でも見られるように開放してですね、学校に行けない子たちとか、博物館に行けない親子の皆さんにもその来ていただくっていうことで、そのクラスターという VR の SNS 上で、今井さんがですね、いろんな、論文のサプリメントとかから、構築していただいた恐竜のデータベースをVR 空間内に配置して、解説するっていうことをやってました。はい。で、これの第3回でですね、大山さんにもご講演いただいて、はい。はい、非常に刺激的で面白い回です。はい。
なかなかなんか、はい、面白くてですね、なんか VR 上でするのにみんななんか話を聞きながらなんか恐竜の上に乗ったりなんていかんたりしてて。いや、そうですよね。別にこれ我々が何も言ったわけではないんですけど、誰かと、かともなく恐竜の上に登り出してですね。登って走り回ってましたもんね。走り回ってっていう、その、あ、そうです、VR ってその、だから現実の代替物ではなくて、体験をこういうふうに拡張できる、うんうんうん、普通の博物館だと絶対に怒られると思うんですけど、恐竜の上に登ったりするですね。そういうのは、その、普段はできないことをできる場なんだなっていう、はい。そういう気づきもありました。で、はい。このロゴはですね、私の、監修書とか、で、イラストを描いてくださったつくのすけさんという、うん、新進気鋭のサイエンスイラストレーターの方に、そうですね。いただいております。はい。若手のための会の、この今出てるロゴも、つくのすけのロゴを作っていただいて、はい。はい、すごい面白い、素敵な、ちょっとなんか VS とかなんかプロレスみたいになっちゃってる、ね、実際にはね、戦ったわけではなくて。ただ食べるっていうことをしてました。お互いの地形ワンコを出し合うっていう回でした。はい。さて、ちょっとここからが本日のテーマになってまいりますけれども、私が今やっている産総啓発ベンチャーの地球技研、一体何をやっているのかと言いますと、うん、研究所発ベンチャーとか大学発ベンチャーっていうのは、その主にロボット関係とか創薬関係で結構、うん、ここも十数年花形ではありますけど、それを地球科学分野でやるとどうなるのかっていうことで始めたものです。で、地質標本館という博物館で、に私が勤務していた時に立ち上げたものなので、博物館で立ち上がったという珍しいベンチャーなんですね。ああ、そうですよね。はい。で、ただ、背景にあるのはかなりその技術的なところが多くて、例えば博物館の展示物とか、登録標本を 3D 計測して、それを VR で表現するっていうことをやっています。それは主にその、まあ、VR とバーチャルリアリティ、要はデータの形なんですけれども、そこからさらに、精密三次元造形、つまり、3D キャム、3D プリンターとか、その他のいろいろなそのロボットアームとかを使って、で、実体化、削り出したり、積層したりして実体化して展示物を実際に作ってみるという、その、要は、データとものづくりの両方に対応してる。だから、三次元データを、まあ、あえて VR と総称するのであれば、それに対して、この、ものづくりの方、我々 RV というふうに呼んでます。RV っていうのは、その、いわゆる、その、英語で言うと、リアライズドバーチャリティ、つまり、バーチャルリアリティの反対ですね。データをリアライズと実体化するっていう、その、VR と RV の両方に対応した、ものづくりをする博物館ベンチャーという位置づけでやっております。うん、もうちょっと具体的に何をするのかって言いますと、ベースに調査研究っていうのは当然あるわけなんですけど、はい、世界中のいろんなところを調査して化石を発掘したり、それをデータ化したりするという。で、講演をいろいろ、ありがたいことにお願いされていますので、そこでその、どういったデータがあってどういうふうに役に立ちますよっていう営業活動もすると。うん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 、で、そこで例えば、世界のいろんなところから、ちょっとうちのこういう、その、なんていうんですかね、こういうところの地図作れませんかとか、防災マップもうちょっとわかりやすくできませんかみたいな依頼をいただいたら、それに従って企画と開発を行うと。で、さらに、それを製品化して、自治体とかに販売をするという。で、それで得られた原子を、循環させて、また次の研究費に当てると。いうことで、で、一応私今研究所からお金は一切もらっていなくて、自分の会社だけでなんとか、全ての予算を回せる、感じにようやくなってきています。なので研究開発だけではなくて、もう基礎研究から生産と運用までは全部一気通貫で行ってしまうという、これがベンチャーの実態になります。なかなか、はい、ベンチャーって聞くとなんか難しい感じがしますけど、こうやって説明したいとわかりやすい。そうですね。ありがとうございます。具体的な製品としてはこういうものを作ってます。うん、これ東京湾ですけど、東京湾から山の手の台地に至る、精密な模型をですね、西村精密地形模型さんという、地図模型の老舗の会社と一緒に開発をして、そこにプロジェクションマッピングで地形の模型とか、うん、あとこれはその江戸時代に引いてきた用水ですね、うん、の位置情報なんかをどんどん動的にプロジェクションマッピングして、東京の発達地を、可視化するっていうことを、NHK の番組でやらせていただいたりとか、はい。あと、こちらもその NHK の、ブラタモリとかによく出てくる立体模型ですけど、そういったものを共同開発したりとか、
あとは、いろんな気象標本とかですね。あと、その、ほっとくと壊れちゃうような標本をデータ化して保管したりとか。さらに、自治体向けの防災模型とか、カンボジアの教員、教育実習生の、人たち向けの模型を作ったりとか。とにかく、その、普段博物館の中でしか見れないようなコンテンツをですね、どんどんデータ化したり、まあ、複製、今流行りの言葉で言うとデジタルツインですけれども、そういったものを作って、どんどん世界中に出していくという、そういう窓口的なことをやっています。今、我々が作った最大級のものですと、これも筑波の地質標本館に置かれているものですけど、全長9メートルの、日本列島の、陸地から海底まで作り込んだ精密模型に5台のプロジェクターで精密に、地質情報をプロジェクションマッピングするっていうものをやってます。これはデイリーポータル Z さんに取材していただいた時のものですけれども、こういうふうに20万分の1のシーベルス地質図をプロジェクションマッピングしたり、ありがとうございます。あと、あえてプロジェクションマッピングをその海岸線以外をせずに、素の地形をですね、陸上から海底につながるような、連続的な地形として見てみたり、ここにそのさらに海深海帯のデータをプロジェクションしてですね、今の海岸線、たまたまここにあるだけで、実はその2万年前はこうだったとか、逆に7000年前の海深地にはこうだったとかっていう、その海岸線は動くものであるっていうことをプロジェクションしたり、で、さらにその、鉄道とか高速道路などのインフラ情報とかですね、そういったものもどんどんこう追加で、多重露光的にプロジェクションできると。あと、これあえてその、等高線だけをプロジェクションしてみるということをやってます。等高線ってなかなかその地理の学習で結構つまずくところだと思うんですけど、そうですね、そうですね。いきなり等高線のね、情報を見せられて、こう、ちょっとうんざりしちゃうところもあると思うんですけども、もともと立体の地形があって、それを平面図に落とし込むと等高線になるんだよっていう、その逆の、やり方で、皆さんに見ていただくと結構あっさり理解できちゃったりもするので、そうですね。これを踏まえて、地形図を見るとかなりすごく理そうで解すが深ね。まるんですよね。いう、その学習とか研究データの実証という形でもいろいろやっております。で、ちょっとこれも一つ一つ説明しちゃうと時間がそれだけ2時間ぐらいかかっちゃう。ざっくり言いますと、テレビ向けとか自治体向けとか、あと、いろんな国立の研究所と共同開発したりとか、これ方言がどのように、広がっていくのかっていうのを、諏訪地方を可視化したりとかですね。あとは、その出版社とか、あと首里城の復元やったりとか、もう本当にいろいろ、やらせていただいております。本当にいろいろですね。そうですね。今日できるだけその、会場からの皆様の質問にも答えたいと思ってます。ちょっと、そうですね。最初の、スライドはちょっとあっさり、ざっくりいきます。そこでちょっといろいろご質問いただければ、また、個々にフォーカスしていきたいと思うので、とりあえずちょっとまずはざっと喋ってしまいますと、そう。去年から今年にかけては、国際発表の方も、結構お話をいただきまして、例えばその、ワシントン DC の世界銀行の本部でですね、こういう日本がやっている、その、防災に関する技術ってどれぐらい進んでるのかっていうのを、NEC さんとか富士通さんとか、あと JR さんと一緒に、ちょっとこういう形で、発表させていただいたりとか。で、これはつい数ヶ月前ですけど、スタンフォード大学の、講演でも同じような内容で、ちょっと話させていただいたりとかですね。ちょっと後ほどお話しますけど、すごくこれ、最初はその草の根的に自宅で始めたことなんですけど、大変ありがたいことにいろんなところで、ちょっと発表させていただく機会に恵まれまして、そこに至るまでどんなことがあったのかっていうのを今日はお話をさせていただきたいなと。で、ここからが本番です。なんかいろいろ大変なことになってきてますけど、そもそもなんでその美化石の研究していた人間がこんなことをやったのかっていう。そうですね。で、あ、すごい。ベンチャーってどういうふうにしたら立ち上げられるのっていうのをですね、決して一般的ではない話を今からします。一般的ではないですね、それ。絶対真似はしないでくださいと。良い研究者は真似をしないでくださいっていや、う。真似をしたいっていう方もいるかもしれないですし。あくまでもその参考情報としてですね、お伝えします。ちょっと時計の針をですね、2000年前後に巻き戻してみたいと思います。今から20年前ですね。裏プロフィール。です。いきなりわけのわかんない画像がきなりでですすね。ね。いきなり。いきなりですね。さっきまで美化石の話をしていたのに、
これもちょっとわりかし最近いろんな講演会でこの話をしてほしいって言っていただいてるんで、あんまり裏プロフィールでも何でもなくなってきたんですそうが、ですね。私、20年間ぐらいですね、匿名でアマチュアの映像制作の作家をやっておりました。スタジオ6畳一間っていう、ペンネームで、2000年ぐらいから、いろいろやっていたんですけど、何するサークルかというと、例えば CG とか、あと私その特撮が、ゴジラとかウルトラマンの特撮が大好きだったので、それを自宅で作ると。自主制作をする。で、それに必要なそのミニチュアセットですね。例えば、ビル街のミニチュアとか、地形のミニチュアとかっていうのをもう自宅で作っちゃうという活動を、やってました。もう完全にまあ、うちの、今、妻になってる女性と、二人で始めたことだったんですけれども、2000年代の半ばから後半ぐらいからその NHK さんからもちょっとお声をかけていただくようになってですね、要はこの活動が今のベンチャーの根っこになってます。はい。もうこの辺はなんかもうわかる人にしかわかんないと思いますけど、だいたい私がどの分野好きなのかが、オタクの方にはだいたいわかっていただけるかな。で、すいません。分かったらコメント欄等で。はい、分かったらコメント欄でお願いいたします。これが、そうですね、2016年ぐらいまで公開していた私のプロフィールなんですけれども、私がその、1999年に筑波大で卒論を書き出してですね、2000年に、大学出て、そのまま大学に進んで、2000年代の半ばまで修士博士課程をやってました。で、最後に先ほどお見せした論文を、博士論文を書いて、その後産総研の、研究員になって、標本館に勤めて、2016年にベンチャーを立ち上げたというのは、先ほどお話した通りですけそうですども、ね。すごくフラットな感じの年表なんですけれども、ここにですね、まあ、正直なところ白状すると、こういうことをやっていたと。すごいいっぱい出てきました。はい。こっちの方がよっぽど、いろいろやってる。ついその先ほどお見せしてたのは、その大学とか大学院で公表してたプロフィールなんですけれども、自宅で何をやっていたのかというと、こういうことだったと。卒論を書いたときですね、私は富山県の有峰という、その手取層群が出ている、ところをやっていたんですけど、とにかく地形が複雑で、まあ、正直に言うとですね、地図が読めなかったんですよ、私は。結構それまでも長いことフィールドやってたつもりだったんですけど、改めてとにかく地形判読の能力が著しく自分が低いっていうことに気づいてですね、卒論のときにようやく。難しい。でも難しいですよね。僕もそんなに得意な方ではないです。そうですよね。多分同じ悩みを抱えてらっしゃる方もいいんじゃないかなと思って、あえて最近はもうカミングアウトしてるんですけど、私、もう方向音痴の、地図読めない人なので、で、ただ、とはいえ、じゃあそこで諦めるわけにもいかないので、自分にその地図を理解させるのにどうしたらいいかっていうので、地形模型の造形を開始したんですね。地理院の、地図を、段ボールとかに転写して切り抜いて、地図を作る、立体地図を作るっていうことを当時はすごくアナログな手法でやってたんですけど、そうこうしてるうちにですね、世の中に 3D プリンターというものがあるらしいということは2000年の前半ぐらいに気づいて、ただ当時 3D プリンター3000万ぐらいしたんですね。3000万全くらい。然、はい、しかも年間のラミングコスト200万ぐらいしたので、今の数十万で買える時代とは今ありますよね。Amazon とかでも売ってたりしますもん今結構しかも性能いいんですよね。本当、ね。みたいで覚醒の感じますけど、当時はできなかったので、じゃあ似たものがないかって探した結果、その 3D プロッターというその 3D プリンターに似てるんですけど、削り出し、どり、あの、エンドミルっていう、要は回転する工具で立体でと削り出すものだったら、ま、十数万から30万ぐらいで買える。と、まあ、これも白状する、こち亀に書いてあったので知ったんですけど。すげえ、そっから。で、実際に秋葉原に行ってみたら、その故障したものがですね、確かに安く売ってるんですよね。なので、それを買ってきて、部品を交換して、動くようにして、自宅の下駄箱の上に置いてですね。ちなみにそれを作るまではどれぐらい費用はかかったんですか？結構かかったんですか？でも、やっぱり言うても、ない袖は触れないので、ほんと数万円でなんとか、あ、そうなんですね。はい、工面して。で、3D プロッター
と呼ばれる、こちらに向かって、NC 加工機とも呼ばれる機械なんですけども、NC というのはニューメリカルコントロール、つまり数値情報で、機械を稼働して立体物を作るというものなんですけど、それを自宅の下駄箱の上に設置をして立体地図を作り出したのはこの辺です。だから、ここからアナログからデジタルに移り変わったのはこの辺であると。この時を同じくして2000年ぐらいに先ほど申し上げましたの非常にオタクな、集団を設立しまして、要は、研究と趣味が表裏一体だったわけなんですけど、最初研究用に導入したこの 3D プロッター、実は趣味の方にも使えるんじゃないかっていうふうに思い出して、研究の方では立体地図を作り、それをそのままその特撮のミニチュアセットに流用した。なるほど。あSF 大会とか、コミックマーケットとかに映像を出展していたという、その辺がだいたい2000年代の半ばぐらいまでになります。で、まだそうですね、まだ当時ブログとかですね、の時代にウェブ配信をしていて、YouTube とか出てくるのはこの辺からですから、動画配信サイトもそんなになかった時代なんですけれども、いろいろ、ネットで配信していたら、結構いろんな放送局とか博物館のプロデューサーさんからちょっとうちでやってみませんかっていうふうに、お声をかけていただいてですね、いろいろやってるうちに、あ、そうだそうだ。で、いろいろやってるうちに博士号も取れまして。この辺もっと詳しくちゃんとやってくださいっていうのを今井さんから注意を受けたばっかりなんですけど、やっぱどうしてもちょっと。今さらっと今思い出したって感じでしたね。はい。ちゃんとやってたんですよ、もちろん。はい。そうですね。はい。この辺で、論文を貯めて、最後の1年で、それで目録というか、それをまとめ、総括する。意味で博士論文を書くっていうのは本当に、いわゆるこの研究者の皆様が通る道はここで通るわけですね。で、それはそれ、これはこれ。で、急に切り替えがすごいですよね。切り替えが。いや、そうなんです。もう、基本的に、なんて言うんですかね、ワークライフバランス考えない人間なので、大体夜中の11時くらいまで大学で研究した後、家に帰ってきて夜中の3時くらいまで特撮を撮って、で、また次の日何食わぬ顔で大学に出かけていくという生活をかれこれ9年ぐらい。9年は言い過ぎか。ま、5、6年ぐらいやってたわけなんですけどね。体壊しますね。体壊しましたね。そうこうしてるうちに、研究所の偉い方からですね、君そういうことやってるんだと。ということで、であれば、その3次元の造形技術とか撮影技術を博物館の方で活かしてはいいんじゃないかっていう声をかけていただいて、2011年から実証本館に移動して、博物館展示物の開発、つまりその研究情報を、自分の研究情報を可視化するっていうことを始めたわけです。で、2012年くらいから幸いにしてその辺がちょっと特許になり、特許を取ることができて、で、特許を取ったら次、見えてくるゴールというのがですね、やっぱり企業家というか、要は社会実装なんですね。特許を取っただけでは、要は、なんていうんですか、成果ではあるんですけど、お金にはならないので、それをもとに、企業を立ち上げて、ちゃんと世の中に出して、資金を得ていかなければいけないっていうことなので、ちょっとこの辺から企業をぼちぼち考え出します。そうですね。から、特許は知財化ですね。知的財産と、企業を考え出すと。で、そうこうしてるうちにですね、2013年にパートナーというか、私の妻ですけれども、プロの作家としてデビューをして、したので、なので、ちょっとこの辺のオタ活はですね、発展的解消ということで、一旦ちょっと、収束をさせて、ただ作った、まあ、なんていうんですか、まあ、会社ではないですけど、こういうまあ、サークルというか、まあ、それを消してしまうのも惜しいですし、そこで使ってた、3D プロッターの機材とか、あと、ま、出来上がったネットワークなんかは、やっぱりもったいないので、じゃあ、それを母体にして、自分の研究と、合体させてしまおうっていうので、いわゆる2015年になって、もう合体をさせて、酸素啓発ベンチャーとして、2016年からスタートしていると。いう感じです。あ、いろいろなんかコメントが来てるみたいで。あ、ありがとうございます。寝ないといけない人なので、二足のわらじがすごいですと。二足なんですかね。
2足では済まないんですけど、もう何足履いてるか。でも本当皆さん、睡眠は出して、私が言っても何の説得力もないですけど、ちゃんと寝ましょう。長く太く生きていくために睡眠大事だって水木しげる先生もおっしゃってますので。そうですね。みっちゃんさん F とか、名前しか知らない恐竜関係の作品とかありますよね。アイゼンボーグとか、ボンフリーとかっていうお、もう、のが。もう早くもその話題に。そうですね。はい。してるみたいなので、また。はい。特撮恐竜ドラマーですね。ごめんなさい。ちょっと実は私の画面から今コメントが見れない状態なので、もし質問が出たらどんどんいただけるはい、わ人。かりました。はい、僕もちょっと今見れるようにしたので、はい、ありがどんとうごどん。ざいます。はい。もう全然こんな感じで対話しながら今日は進めていそうでけすればね。と思いますので。で、なんだっけ、次。あ、そうそうそう。ただもうちょっとその研究の話をしますと、論文も書くんですけど、研究所にはやっぱり広報誌とか起用があるじゃないですか。そこにちょっとどういうことやってるかっていうのもちまちま書いていたんですね。例えば、こういうふうに、これ筑波山ですけど、筑波山の立体地図を 3D プロッターで作って、そこにプロジェクションマッピングで地質図をこう位置合わせして投影すると、こういうふうに、地質の分布が立体的に見えますよ、みたいなので、こういう特許を出しましたよっていうようなことを書かせていただいてたら、NHK のプロデューサーさんから、産総研トゥデイ、産総研の広報誌ですけど、これ見ましたと。すごく面白いので、ちょっとこれで BS プレミアムで番組やりましょうって言ってくださったんですね。で、もう僕もちょっと願ってもない話、ぜひやりましょうと、30センチ四方だったら、いつでも作れますって言ったらですね、いや違うんですと、30センチじゃないんですと、3メートルが欲しいんです、3メートル四方も作りたいんですって言われて、30センチの部材を組み合わせて、3メートルのものを作ろうとしたら、まあ100個ぐらい作らないといけないですね。そうですさね。すがに無理だってなって、で、3D プロッターは、実はキーボードで有名なローランドさんが作ってるんですけど、さすがにちょっとメーカーさんに泣きつきました、ローランドさんの広報部長の方にですね、どうしたらいいですかって聞いたらですね、しばらさんと同じ機材を使ってらっしゃる方で、より大規模なことをやってる大道寺さんという方がですね、もう最高の方ですと、最高の技術者で信用を受ける方ですっていうので、ご紹介いただいたので、もうすぐに都内に会いに行ってですね、すごくその考え方がもう合ってたというか、お互いなんかちょっとそういう話を求めてたっていうことも分かったのですね。その日のうちに銀座ライオンで乾杯をして帰ってですね、もうちょっとこれは絶対成功させようと。番組成功させるのはもう大前提として、その後何かこう、やっぱりベンチャーみたいなのを立てたいですねって二人で言ったのがその2014年の4月ぐらいなんですけど、これを俗に我々の仲間内は銀座ライオンの誓いというふうに呼んでおります。はい。という感じで。なので、ベンチャー立ち上げ前に実施したことといえばですね、ちょっとニコニコ学会ベータ風に表現しますと、古生物学者がものづくりをしてみたと。で、自宅に製造ラインを作ってみたと。で、飛び込み営業もしました。結構あちこちして。はい。昔ラジオ会館っていうのが秋葉原にありましたけど、それの1階からてっぺんまで各、お店にですね、バッチリ飛び込み営業したりとかっていうのですね、修士ぐらいの時にやりましたね。で、あと特許を取ってみて、で、市場調査もしてみたという。やっぱり二足のわらじではないような気がしますね。あの頃は、まだ20代だったんで、若いだけの勢いでいろいろやってたところもあるんですけれども。はい。こう、飛び込む営業するとですね、やっぱもう社長さんに心配されるんですよね。君、だって博士課程の学生さんなんでしょって、何やってるのって言われて。いや、ちょっと自分でもよくわからないんですけど。ちょっと衝動か、体が動いちゃって。ちょっと体が、そうなんです。やっぱ体の方が先に動いちゃうんですよね。でもやっぱ、なんか結構その自分お作りになられたものをいろんなところにこう配信していくことで得たきっかけっていうのはすごいいろんなものに結びついていっそうてるんですよね。ですね。だからやっぱりそのコミケとかもそうなんですけど、自分で企画して作ってみて、ちゃんとその同人ベースでもとはいえ売ってみるっていう、その経験をしてたっていうのはすごく今役に立ってますね。意外とバカにならない今時で、代。そうなんですよね。今でこそそのギークエコノミー、要はそのギークっていうのはその、要はオタクのことですけど、その、
なんていうのかな、そういう個人ベースの活動でやっていたことがビジネスになるっていう、あのことを言い表したことかなんですけど、決して珍しいものではなくなってきてますけど、要は趣味を仕事の方に生かすっていうのも全然ありだというふうに思います。そうですね。はい。まさしく柴原さんも、その、つながった感じがありますよね。そうですね。やっぱちょっとやってみると、全然予想もしてなかった出会いとかっていうのはあるので。ああ、そうですね。はい。で、先ほど申し上げました、この NHK の番組っていうのがですね、2015年の正月番組で NHKBS プレミアムでやった、デコボコ探検で謎解き、裸にしたい東京っていう番組なんですけど、2015年の1月から3月期に放送されて、その後結構なんか記録的な視聴率を叩き出しちゃったみたいで、結構毎年再放送やってて、今年もついこの間再放送やられたらしいんですけど、はい。これ先ほど申し上げました、この3メートル角のですね、東京の模型。はい。これが荒川で東京湾なんだ。今、北と南が逆になってますけど、こっちが北で、こっちが南で。うん、これが多摩丘陵ですね。で、うん、ここが、山の手の大地。これが赤羽で、これが、上野ですね。で、ここにプロジェクションマッピングをして、で、実際にそれをその、番組に出られたタレントさんたちが、それを使って地形の分析をしていくと。うん。はい。昔よく、いや、昔っていうかその、学部時代の時に立体詞とかよく、ちっちゃいスケールでやってて、それがもう、実際バッと出てくるような、こう、イメージ。そうですよね。あ、そうか、大山さんの世代ではまだ立体詞はやられてるんですね。はい、いや、やってました。はいはい、形の、ものを、立体詞してました。なんかできない子とかもいて、はい、立体詞の用のメガネとか使ったりしてやってました。あれも結構人選びます。実はね、僕もあんまできないんですよ。できなくもない、見えなくもないけれども、はい。あんま、ちゃんと見えないっていう。そう、なんか、あれ、ちょっとなんかこう、伝えづらいですよね。なかなか教えづらくって、こう、どうしたらいいっていうか。でも、これがあるだけでも、全然なんか、その、イメージが。そうですね。やっぱり。立体の一番いいところって、とりあえずみんな見えてるものが同じっていうことなんですよね。うん、うん、うん。はい。なので、とりあえずその、認知のベースラインをここで引けるっていうか、同じものを見ながら、議論ができるっていうところが一番いいと思うんですけど、そこでちょっと、それぞれ抱いてるイメージが違うと、また議論が複雑になってくるので、とりあえず、立体にしてみるっていう。そうですね。うん、はい。で、こちらその GoPro で撮影してます。実際に、超感図ぐらいの感じで、立体を見てですね、これ皇居の外堀ですけれども。はい。で、見てみるっていう、この辺もちょっと特撮的なアングルをいろいろご提案したところではあります。一番最初の 3D プロットからもうなんかバカでっかいものになりましたね。そうですね。最初ダンボールとかだと思います。はい。あ、で、ごめんなさい。もう39分だ。結構超過しちゃった。ごめんなさい。ですね。どっちもちょっとここで一旦まとめたいと思います。はい、要はその、博物館とかでその伝える手法、可視化の手法ですね。それ自体も、研究になり得ると。要は知財化とかベンチャー化なんですけど、言ってみればこれ自体がその大きな社会実装のためのその研究開発というふうに捉えてるんですけど、で、それをやるにはその独自性の高いその研究のバックグラウンドって必要になってくるんですけど、まさに今日若手の会にいらっしゃる方々なんで、それぞれがかなり尖ったバックグラウンドを持ってらっしゃると思うので、全然それをビジネスでも活かせますよっていうのは、お伝えしたいなと思います。で、で、ごめんなさい。ちょっとだいぶかっこいい書き方しちゃいましたけど、要はそのオタ活はですね、ネットワーキングにすごく役立ちますよっていうことですね。で、需要はやっぱり今 SNS 時代、いろんなところにありますので、ちゃんと発信してれば結構需要は作り出せます。いや、とにかく要はそのもう自分自身がもうトランス状態で熱狂できるぐらいの、ものをですね、仕事に結びつけていくと、もちろんビジネスなので、もうとんでもなく、こう、辛いことはたくさんありますけれども、そこをこう、なんていうんですかね。貫通させるためには、やっぱりこういう、視点も必要なのかなという。はい。ごめんなさい。ちょっとだいぶ超過してしまった。ここまでが、はい。メインの発表になります。はい。まあ、結構なんかいろんな方から来てて、ステレオやりましたとか、立体詞難しいとか、はいはい、難しいですよね。たりとか、途中の我ら生まれ日は違えどって、三国志の途中の僕ちょっと広いそびれだというか。あ、はい、はい。ありがとうございます。銀座ライオンも近い。近い。僕もちょっとあれだったけど。結構いろんなことから来てますね。インドアのブラタモリみたいっていうの、二枚貝ホタテさんが言ってますね。でもそうですよね。フィールドに行って分かんなかったので、とりあえずインドアでブラタモリしてみたっていうのは正直。はい。でも実際にこう、僕もいろいろ山に出て、実際に卒論の時とかを、修論の時もやってたんですけど、今もやってるん
結構迷うこととかってありますよね。相談しかけるとことかあります。いや、まさにそうなんですよ。うんうん。はい。そこからがきっかけとかになるんですよね。うん。なんか、ちなみになんですけど、僕今ちょうど今、仕方の3年ぐらいで、はい、まあ、就職とかなんたらなんたらってないんだ。柴原さん、博士課程ぐらいの時って、そういう就職に対するなんかこう、なんか、あれはなかったんですか？もちろん、後にベンチャーは起業されますけど。まあそうですよね。さっきみたいな、その、就活と称した営業みたいなのは、そういうことですね。からやってたんですよね。さっきの、だから、ラジオ会館の飛び込み営業なんかも25ぐらいでやってたから、はい、もちろんなんか、ご縁があれば就職しちゃうかなと思ってたんですけど、なかなかちょっと、こういうのを形にするのに時間がかかっちゃって、結局、博士取って、僕ね、確かね、半年ぐらいオーバードクターやりましたね。筑波大の研究員をやりながら。で、はい。で、その後、そのポスドクが決まって、研究所に入れたんですけど。今回はなかなか就活関係とかはね、シビアなところですけど、でも営業って形で自分の研究とか自分の趣味のことの方も売り出して、そうですね。これが繋がってる。はい。使えるチャンネルは全部使うっていう感じ。そうですね。はい。小泉茂さんから、気象現象とか関連したら面白そうっていうコメント。ありがとうございます。そうですね。気象現象も、部分的にはあるんですけど、筑波山を巻いてくるその風の影響とかですね、その辺は結構可視化してますし、今もっとその細かいメッシュで気象のデータ取れるので、ちょっと今そこリアルタイムで反映させる開発はやってるところです。あとですね、特許の内容は 3D 出力した地形にプロジェクションマッピングをする手法でしょうかという質問。ありがとうございます。ですね、おっしゃる通りです。で、ここまたちょっと複雑で、そうか、今回特許の情報載せなかったのごめんなさい。私のホームページに載ってますので、後ほどご案内させていただきます。プロジェクションマッピングするにあたって難しいところって、例えばこの右上の図を使ってご説明しますと、はい、やっぱ地質図とか地形図ってすごく緻密にできてるじゃないですか。はいはいはい。ということは、まずそれをプロジェクションマッピングする、それに耐えうる精密な模型を作らないといけないんですね。要はその国土地理の5メートルメッシュとか、一部1メートルメッシュ、あるいはそのドローンで計測していたもう数十センチメッシュの細かい地形のデータを、いかに再現性高くやるのかっていう。なので、3D プロッターを駆動するためのノウハウでまず一つ特許を取ってます。要はものづくり。の、データハンドリングのところで一つ特許を取っていて、さらにそこにプロジェクションマッピングをいかに効率よくやるかっていう、要はハードウェアとソフトウェア、ものづくりと映像調整の両方で特許を取ってるんですけど。あ、じゃあ一つではなくて二つ。そうなんです。はい。ですね。あ、そういうことなんですね。だそうでございます。あと、ベンチャー企業起業するにお金はかかりそうっていう。お金がそうですね。多少かかります。じゃあ、この辺からもうちょっと実務的な話をしますと、要は今って、一頃入って、1円でも会社が建てられるっていうのも、はい、ことはあって、あれも、決して、はい、確かに事実は事実なんですけど、とはいえ自分で、定款とか、なんていうのか、要はその法的な手続きをやるのって、やっぱ結構大変なので、時間があればいいんですけど、やりたいことがある人であれば、そこにあまり時間は僕はかけない方がいいと思ってる。そこはその、行政書士の先生にお願いできれば、だいたい30万ぐらいで、やっていただけますので、要は最初に必要なお金ってその辺なんですよね。だいたいみんな起業するとき100万とか200万ぐらい、資本金用意するんですけど、はい、結局そこにかかってくるお金なわけなんです。手続き、表記とか、そういった関係の。まさにその、そうです。おっしゃる通りです。で、もう最初はだからその自分のお高津で稼いだお金とかですね、自分の著書の売り上げとかをそこにつぎ込んで、小規模に始めたんですけど、ただ、昔ほどはお金かからなくなってきます。とは言っても。ああ、そうなんですね。はい。事業規模にもあるので、具体的にいくら必要ですってちょっとうかつには言えないところがあるんですけど、最低限その投機に必要なお金が用意できれば、不可能ではないので、そこはもし、業をやりたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、そこはちょっとその行政書士の先生とかに相談するといろいろいいアイデアいただけると思うので、はい。まだいろいろ、どんどん来てるんですけど、どんどん来てください。はい。
学生なのですが、微化石を 3D 模型や CG 等のアートへ応用したいと考えています。微化石のデータなどを取得したい場合、どのような機関にご相談すればよいものなのか、何かアドバイスをいただけると幸いです。はい、ありがとうございます。大学にいらっしゃる方であれば、もちろん、今、政務のデータから起こしたりとか、政務っていうのは、操作型電子顕微鏡とかですね、立体、電子顕微鏡に限らず、マイクロな立体データ取れるものはいろいろありますので、それを利用していただくっていう手はありますし、あるいは、例えば、例えば、都産技研、東京都にある産業技術試験場とかですね、それぞれの自治体でも似たような機材を持っているところが結構ありますので、そこに住民票を置いている方であれば、それぞれの、自治体に相談できるはずなので、そこに相談して、ご自分の、持ってらっしゃるサンプルとかをこう、データ化していた、もらうとか、あと、そういうのを持っている民間企業にちょっと相談してみたら、いろいろ手段はあると思います。やっぱ学生っていう立場は結構いろいろできそうですよね。そうですね。基本的に学生さんであればいろんな方を協力してくださってます。あとはちょっとこれっていうのを今、ピタッとは言えないんですけど、いろんな論文についてくるデータで、今論文もサプリメントで、そうですね、3D データがついてくる時代です。で、ただ、ちょっとここで注意していただきたいのは、著者によって、どこまで使っていいのかというレギュレーションは違うので、いわゆる CC BY と呼ばれる、なんていうのかな。どこまでデータを公開していいか、公開はされてるけど、ビジネス的に使っていいの、商用利用していいのかっていうのは、それぞれの、論文とか、研究機関によってレギュレーションが違ってくるので、そこだけ確認していただいて、で、結構商用利用できるやつも実はあるので、そういうのを引っ張ってきていただく。で、あと、もちろん OK が出てればいいというわけじゃなくて、元、取った研究者が意図しない改変はしないように気をつけつつ、利用するっていうのも、なんていうのかな。その、信頼関係の構築として大事だと思うんで、そこはちょっと気をつけていただいて、やるといいかなと。究極的にはやっぱり、そのデータを取った研究者に、コンタクトして、そうですね、直談判しに行った方が早くて、どういうコンセプトでやるのかっていうところを真摯に説明するのが一番いいと思うんですけどね。そういえば、実標本館に有効中の 3D 拡大模型が展示されてました、ね。はいはいはい。ですね、今展示ケースで左半分にあるやつが40年前に職人さんに作っていただいたものらしいです。で、右半分にあるやつが、3D プリンターで出したやつ。あ、そうなの？はい。いや、やっぱ、すごい、なんかいろんな、いつもよりコメントがすごいたくさん来るので、どんどんやってもらって。ありがたいですね。まだあと20分ほどあるのでね、どんどんなんかいろんなことを聞きたい、はい、なかなか聞ける機会とかないので、柴田さんお忙しいですか？いえ、もっと、もう、どんな質問でもいいですよ、ご遠慮なく。なんかちなみに柴田さんは最近なんか、はい、研究名とかもなんかは、方はされてたりするんですか？有効中の化石関係とかもなって、はい。あ、そうですね。この間、古海洋の論文が、はい。はい。近々、日大の起用に、これはもうインプレスだから言っていいと思うんですけど、はい、3D データを大学教育でどう活用するのかっていうのも出ます。はい。結構これも5年ぐらい前から、日大の村瀬先生っていう方と共同で、外の指導とかを経ながらやらせていただいたものなんですけど、ええー、そう。なんか、結構、僕、知らなかったというか、メディアとかでよく取り上げた、首里城の復元の時とかも、はいはい。ネット上ではすごい、反響があって。ありがとうございます。はい。それがまさか柴原さんがやられてたと思わなくて。すごく驚いて。はい。はい。これもですね、すごく、面白い出会いというか、朝日新聞さんからお声をいただいたんですけど、フォトアーカイブっていう部門を持ってらっしゃって、新聞社っていうのはそのヘリコプターとかジェット機を持ってるんですよね、取材用に。で、ただ、首里城に関してはその燃え落ちる1年前にたまたまその、撮られて、ヘリコプターから撮ったスナップ写真を持ってらっしゃって。そうなんですね。はい。ただ、フォトグラメトリー、写真からデータを起こすことをやっていただいた方は多分お分かりいただけると思うんですけど、写真からデータを起こす場合は360度くまなく、対象物を包み込むように撮影しないと結構難しいんですけれども、これの場合は本当にそれを前提としたデータではなかったので、結構難しかったんです。で、そこはちょっといろいろ、独自の手法を使って、要は具体的に 3D CAD で、目視でデータを
いろんな写真から起こしつつ、そこにテクスチャ貼っていくっていうと。なんかあれですよね。一般の方からも、こう、写真とかを集めて、こう、いろいろ原したとかいうのじゃなくそう。て。あれ、ちそれょっとそは。れはまたちょっと別のプロジェクトなんですけども、そちらもやりたいなと思って、実はプロジェクト、首里城の復元プロジェクトっていくつか立ち上がっていて、あ、そうなんですね。はい。これはあえてその朝日新聞さんの写真だけを、要はそのデータの、なんていうのかな、追随性というか、トレサビリティを確保した上で、それぞれの写真をどういうふうになんていうのかな、これ用に、ちょっとディープラーニングとか使って復元もしてるんですけれども、要は研究ベースでちゃんとそれぞれの経緯を追えるようにして、はい。履歴をつけた上で、復元するっていうところに、を重点的にやったので、ちょっと、あえて使う写真を限ってるんですが、ああ、そうなんですね。はい。いろいろ、ありがとうございます。論文についていて気になっている答えやデータがすでにあるので、バンバンメールしていきたいと思います。という、先ぜほどのひ。方からの、ありがとうございます。持ってください。現在大学院生とかも結構見てくださってますけど、なんか、はい。大学院生にこう、なんかおすすめする、なんかこう、こんなこと、大学院生だったらこんなことしといた方がいいよとか、なんかありますか？でも、特撮を撮った方がいいと口が裂けてしまうので、どうしますかね。まあちょっと趣味が結構入っちゃってるところなんですけど。でも、やっぱり、担当教科の先生、のポリシーとかもいろいろあると思いますので、ここもあまり無責任なことは言えませんが、論文もやっぱり書くの大事ですし、アウトプットはどんどんした方がいいと思いますね。なんか、はい。ちっちゃいとこでも大きいとこでもそういう、さっきもそうですね。した方が、やっそぱういうり、意外なありそうですね。そうなんです。特に今も SNS とかネットワーキングの時代なので、アウトプットすると意外なところから反響来たりしますから。はそうですね。い。今もツイッターとかの経由でなんかいろいろこう始まったりすることとかそうもですよあっね。たりしますもんね。去年のスピノサウルスなんかもそうですけど、論文パブリッシュされた次の日ぐらいにもう研究者がツイッターでそれの解説をうするみたいわーっな。て、すごいスピード感がすごかったですよね、あの時は。お、なんか結構、また来ましたね。現在大学院生です。微化石のセム画像だけで市販の 3D プリンターで出力することは可能でしょうか？前例が確かあったと思います。セム画像から立体を起こすっていうのは僕も院生時代にやっていて、その頃はまだ写真計測のソフトウェアがそこまでなかったので、具体的に言うと、セム画像をグレースケールに落として、で、グレースケールっていうのはその、いわゆる。なんていうのかな、白黒のグラデーション256段階に数値付けしたものですけれども、で、それぞれの、色数に、標高情報を与えることで立体化するっていう、結構プリミティブな手法ですが、そこから、CAD 用の DXF 形式の、立体データを起こして、それを 3D プリンターに入れるっていうことはやっていたので、今もっといろんないいソフト出てると思いますから、それは、はい、可能だと思いますので、ぜひ。やってみてくださいということで、ケイキさんですね。先ほどの企業のお金が結構かかるんじゃないかって質問してくださった方はい。なんですけど、30万からで会社ができるんですねと、グッドマークを押しながら、現在、公務員兼博士課程なので、すぐにはす無理ごかい。もですが、する可能性がありますね。ぜひ、ごめんなさい、ちょっとケースバイケースなんで、30万あればできるとはちょっと言え、必ずしも言えないんですが、いろいろ工夫の仕様はあると思いますし、今、副業も結構いろんなところで認められる時から、またちょっと公務についてらっしゃるとは、いろいろ難い、また状況が違うかもしれませんが、なんていうのかな。私もだって、ベンチャー立てたのはここ4、5年の話で、それまで15年ぐらいはずっと、普通にサークルとしてやってたっていうのもありますので、いろんなアウトプットの手段はこれからさらに多様化してくると思いますので、ぜひ、楽しみにしてますので、頑張られてください。これを起点になんかこう、起業しましたって言って。はい。もうそれも本当嬉しいですよね。あと残り5分ぐらいですか？なんか、ありますかね？結構やっぱ早いですね。一瞬でしたね。一瞬でしたね。僕もちょっと。でもいつもだったらもっと2時間、3時間とかやられる。クラブハウスとかだそうとですね。大体いつも20、クラブハウスはなんかね、最長12時間とかやりましたけどね。寝て、さっき寝ましょうって言ったので、何時からやられたんですか、その時。夜の9時からやって、なんか次の日の11時になってまだ部屋が経ってるみたいな。すごい。
すごい。タフさがやっぱ、体力がやっぱありますね。まあでも、皆さん本当体は大事に。そこだけはすごい大事な部分かもしれないですね、はい。倒れちゃったらおしまいですからね。そうですね。なんか来てますね。豊橋の自然史博物館で見た 3D は、先生の監修だったのかな。この後キングオブモンスターが、この後9時からですね。それ前提なんですね。言えないですけど、はい。ちょっと待って、豊橋、ごめん、ちょっと大変失礼な、ちょっと最近いろいろやりすぎて自分の仕事を忘れてるので、はい、でも確か豊橋の博物館さんの僕ではなかった気がしますが、ちょっと具体的にどんな展示かもう少し教えていただけますと。ぜひ、もしよかったら、もう、はい、ちょっとあるので、またさっきの、美化石の 3D アートをされたいという方ですね、はい、自分は美術が専攻でバイオミミティックスなアート、特に有効性の美化石の可能性をとても大きく感じています。柴原さんの中で今あまり触れられていない美化石の可能性を感じることはありますか？結構すごい。すごい。触れられていない美化石の可能性。はい、でも美化石自体が可能性の宝庫なので。そうですね。結構いろんな先生が研究されてますけど、でもやっぱり、形ですかね。特に美化石の機能形態学って、ちょっと独特というか、要するに何て言うんですか、有効虫が、なんとなく流線形の形をしているからといって、その方向に進むわけじゃないんですよね。分かりやすいね。そうなんですよね。なんであの形に至ったのかっていうのは、もうちょっとなんかこう、それこそディープラーニング使いながら、分析すると他の古生物とはちょっと違う結果がまた出てくるんじゃないかなっていうのは。ああ、美化石自身の、なんていうんですかね、進化みたいなところ。そうですね。はい。確かに結構なんか、環境指標とかによく使われやすいですけど、美化石を生物としていると、すごく僕も魅力を感じると思ってですよね。はい。はい。小学校2年生です。3D プリンターでいろいろとすごいですね。古生物と特撮は、ゼンカイジャーとルパンレンジャーが好きです。はい、コメントもいただきました。ゼンカイジャーは今年のやつですね。どちらも名作ですね。はい。ゼンカイジャーと、ルパンレンジャー VS パトレンジャーは、2018年だったかな。すごい。まさか小学校2年生の方から。素晴らしいですね。VR 恐竜シンポジウムに展示してあった有効虫の断面モデル。あれをベースにお弁当箱を作れないかと思っていました。なるほど。というか、あのデータを取ってくださったのは、九州の新都道、放射光施設、CT の専門家でいらっしゃる米山明夫先生という方なんですけども、はい、私が北極海じゃないや、北海道沖で取ってきた、ウビギレニアプタニシスっていう、定性有効虫をデータ化していただいたんで、それをご本人の許可をいただいてあそこに展示をしていたんですけど、CT のいいところって断面が見れるんですよね。ああ、そうですね。美化石扱った方だとピンと来られると思うんですけど、美化石の断面見るのってすごく物理的に見るの大変なので。ああ、そうですよね。炭酸カルシウムなので、中見ようとして、例えばちょっと針でつついたりするとすぐ壊れちゃうんですけど、うんうんうん、そこの細かい構造、特に有効虫ってその、中の細胞質、原型質が移動しながら殻を作っていく、そこが通り道が中にあるんですけど、うんそれを見ようとするとすごく大変なんですけど、CT データで3次元で断層画像を作ってやると、それがかなりくっきり見えるので、あの時もそこにフォーカスでちょっと解説をしたと思うんですが。ああ。はい。なんか結構今、そういうコメントがどんどん来て、今、美化石の話が今来てですね。プラス、特撮系も来てるんですけど、特撮系と、仮面ライダー01の敵キャラとか好きそうっていう。はいですね、仮面ライダー01の敵キャラに関して僕、ヤフーで一回解説したので、ぜひ、柴原仮面ライダー01で、ググっていただくと多分出てきます。そうです。2枚目、パズさんぜひ調べてください。はい、ぜひ。かなり、あれですよね、敵キャラが、古生物多かったんですよね。あ、そうなんですね。はい。テーマが、かなりガチで、あれ AI をテーマにして、確か国立情報学研究所の研究者が実際に AI の監修してたはずなんですけど、あ、仮面ライダー側が AI で、敵側があえてのその古生物っていう、文明と、なんて言うんでしょう。生物史の対決みたいな。ああ、それで。ですけど。先ほどの、有効虫のバイオミックのやつですね。アートをしたいって方が、芸大で放散虫の形態を見せたときに、泣きながらその形態に感動してくれる人がいましたっていう、なんか。なるほど。
すごいマニアックなこと、ね。放散注意ですよね。ちょっと時間が来ているんですが、最後の、最後ぐらいしましょうか。はい、現在、三次元計測で最も精度の高い計測器はどのようなものでしょうか。また、精度の高さは何によって規制されているのでしょうか。ですね、これは結構実務ベースの話なんですけど、この三次元計測って、土木とか、コンサルで、2010年ぐらいから、すごく進歩してきたので、例えば、橋の橋梁とかですね、建造物をデータ化して、はい、どこが今劣化が進んでいて、どの辺をこう、保管するべきなのかっていうことやったんで、結構、だから、シビアっていうか、安全面に関わるデータなんですね。で、実際に毎年、実はどれが一番精度高いかって議論されていて、ちょっと前まではレーザー計測が一番、レーザーの波長を使って立体物を、色の情報は取れないんですけど、形のデータを精密取れるっていうのが、あれだったんですけど、このドローンが流行ってですね、ドローンにそのレーザー計測とその高精度カメラ両方つけられるようになった結果、形の情報はレーザーで取って、色の情報をカメラで取るとか、あるいはもうカメラだけで立体情報を取っても相当な精度が得られるようになってきてるので、実は今どれがトップかっていうのは年々入れ替わります。ああ、なるほど。はいはい。なので、そこはいろんな、論文読んでいただくと、毎年、順位が入れ替わるので、面白い、リアルタイムな、開発の雰囲気を感じていただけるかなと思いますが、ちなみにですけど、今年はわりかし、写真計測の方がやっぱり、注目はされてますけど、また来年どうなるかわからないところではあります。今、ちょうどこれの今、配信担当してくださってる今井さんから、まだ続けていいという、やった。質問が途切れるぐらい、お時間は大丈夫でしょうか。もう私はこの後もうずっと大丈夫なので。結構、いろいろ、まだまだ質問があると思うので、ぜひしていただければと思うんですが、01のベルトのデザインってグラフィックボードですよね、って来てますか。あ、そうだったんだ、つって。確かに言わなければ。そうか、あれ、グラボだ。グラフィックボードですね。最近までは 3D ゲームをやるに必須だったんですけど、最近はどっちかっていうと、ビットコインのマイニングの方に使われてる。はい。そうですね。電子機材は出た瞬間が最新式、翌日には型落ちになっていく世界ですからね。そうですね。確かに。はい。結構今でこそまだちょっとね、緩やかになりましたけど、僕が高校生ぐらいの頃って必死にバイトでお金貯めて、こう買ったものがね、次の月ぐらいには、型落ちしているということはよくありましたね。結構昔からそういうのがお好きだったんですね。やっぱそういう、ものづくりしたりする自体に。確かに、そうですね。PC98 シリーズとか、DOSV の自作はよくやっていたので。そこからもう10メートル超えるやつでしたっけ。そうですね。超えるものまで。またこっちに進化するとは。そうですね。だんだん。あ、すごいな。あとは言うもの、ちょうどコメントが落ち着いてきましたかね。はい。皆さん、でもありがとうございます。たくさん。柴原さんは結構クラブハウスと配信とかされてて、結構いろんな方と交流が深いと思う。こういったところに入っていただいて、ぜひとも。ぜひとも、はい。はい。毎週やっておりますので、よろしくお願いいたします。金曜日でしょ。はい。来週金曜日9時から、ドクター柴原と科学特捜隊の VR 古生物学とね、やってますので。すいません。最後に一つだけ大丈夫ですか？一つだけコメントだけは。二つ来たので、色計測の場合も 3D プリントをするときにメッシュを埋める作業は必要になるのでしょうか？基本は必要だと思い、待ってください。頭の中整理すると、多分、そのまま撮れる機材もあるはずなんですけど、基本的には写真から、このご質問だと多分お詳しい方だと思うので、ちょっとあえてマニアックな話をすると、色付きの点群データを生成して、メッシュを貼って、別に色付きのテクスチャーを用意して、メッシュを埋めて、メーカーさんに納品すれば 3D プリントしてくれるはずです。はい。あと、またさらに最後なんですけど、最後、小児の方ですね、小児のひなです。ルパンレンジャーは G ロストで、はい、素顔の戦士賞も見て握手しました。一番大好き。お仕事頑張ってください、はい、ということです。いやね、ルパンレッドやられた朝日さんもすごく今、出世されて、はい。
ルパンレンジャー面白いので、ね、柴原さん、はい、死んだとやっぱ、特撮とこういう結構マニアックな 3D の話とか、美化石の話が出るっていう。なかなか今までにない配信じゃね。すごい。でも真面目な話、ウルトラマンとか戦隊の日朝って、その年の最先端の 3D 技術出るので、最近すごいんですよ。もう本当にカメラで撮った映像に CG をこう合わせて、どこまでが特撮でどこまでが実際の風景かもわかんないぐらいのなってるので、結構だから先ほどの話と、その三次元計測とか、撮影技術の最先端今どこにあるのかっていうのを見るには論文読むのもいいんですけど、日朝を見るのが一番いいです。ああ、そうなんですね。はい、もう本当に毎年毎年、例えば、ちょっと前までやったウルトラマン Z とかだと360度カメラですね、全方位撮れるカメラに CG 合成するのの多分一番先端の技術をやってたと思うので、はい、ウルトラマンゼロが登場する回ぜひ見てみてください。本当すごいです、あれは。そういった面で見れば、結構、すごい、ものすごい技術が結構子供向けではない、すごいコアな。そうですね、もう本当に。はい。はい。というところで、すいません、はい、今回ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。素敵な機会を頂戴しまして。いえいえ。ぜひ、今後ともですね、若手のための会とも、いろいろ、交流していただいて、はい、大変光栄でございます。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。じゃあ本日は柴原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。